いすみ鉄道いすみ線。いすみ線は、千葉県いすみ市の大原駅から、千葉県いすみ郡大滝町の上佐中野駅までを結ぶ、いすみ鉄道の鉄道路線。旧国鉄の特定地方交通線である、東日本旅客鉄道、JR 東日本の木原線を引き継いだ路線である。外房線を大原駅から分岐して、房総半島東側から内陸部に入り、 上佐中野駅で接続する小港鉄道線と合わせて半島横断線を形成する。国吉総元間付近では、泉川に沿って付設されている。開業以来、慢性的な赤字に悩まされ続けており、存亡の木に瀕していた。2007年10月29日に行われた泉鉄道再生会議で2009年度までの2年間は、 収支検証機関として存続する方針が決定さ2009年度の決算で収支の改善が見込めない場合は廃止を前提に来台交通を検討することになった。いすみ鉄道は増便、駅の命名権、ネーミングライツ売却、新駅開設、白身が、岡駅など経営改善策、乗客獲得策を打ち出した。その結果、 経営状態の回復が認められ、2010年8月6日に、いすみ鉄道線の存続が決定した。平日は、すべての列車が普通列車で、土休日には普通列車の他、工術のキハ52.28型を使用した、観光急行列車や快速が運転されている。全線通し、運転の列車のほか、大原駅、大滝駅、 大竹駅和佐中野駅間の区間列車が運転されている。普通列車はワンマン運転を実施しており、単行1両または2両での運行が基本となっている。車両の夜間対白は大竹駅のみで行っている。ほぼ1時間に1本の運行で、不定期列車や学校春休み期間運行の列車、金曜日の夜間のみ運行の花金列車もある。 国鉄時代は大原発の最終が夜10時台で2013年3月16日現在のダイヤよりも約1時間遅く夜間対白はカズ中野駅で行っていた2011年4月29日から主に土休日に大滝駅大原駅間で西日本旅客鉄道 JR 西日本から譲渡された機動車キハ52-125による 観光急行列車が運転されている。乗車の際は、急行券が必要で、大原駅、上佐東駅、国吉駅、白見が、岡駅、大竹駅に停車する。2013年3月からは、JR 西日本から譲渡された、キハ28-2346の連結を、開始した。また、土休日朝に、大竹駅発大原駅行き快速が1本。 急行と同じ停車駅で運転されている。いすみ線の輸送実績を過表に記す。表中、輸送人員の単位は万人。輸送人員は年度での値。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。いすみ線の収入実績を過表に記す。表中、 収入の単位は千円。数値は年度での値。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。1922年、大正11年交付の改正鉄道施設法により、木原線の建設が決まるが、時期は未定であった。当時、 大原大田機関で営業していた千葉県営人社、軌道及びその更新の泉軌道は赤字経営で、あ、沿線地域の経済力では経営再建は不可能な状態に陥っていた。木原線が実現すると建設費及びその後の営業赤字は政府負担となるので、地元では鉄道省への陳情を盛んに行い、1925年、大正14年に、 木原線建設着工が承認される。1930年、昭和5年に開業した木原線は、本来、久留里線と結んで、大原木更津間を結ぶ、鉄道、改正鉄道不設法別表第48号として、計画された。木原線という路線名も、木更津の木と大原、現、いすみ市の原から取られたものだったが、上佐中野・上佐亀山間は建設されなかった。 なお、いすみき道は、木原線開業が決まったことにより廃止されている。開業当初の列車の運行は、蒸気機関車、C10 型と C12 型が客車を数量、牽引していた。沿線は、人工気迫地帯で、輸送量は多くなく、合理化のために1934年、昭和9年にガソリンカーキハ4万型を投入して、列車本数を増発した。同車は、 太平洋戦争中のガソリン不足を補うために、周辺で産出される天然ガス動力となって1944年、昭和19年まで運行される。戦後は C12 による客車列車になり、1948年、昭和23年8月から天然ガス車も復活するがこれは短期間で消滅する。百五十四年、昭和十九年には、 経営合理化と小型車両による列車本数の増発による客サービスの向上を目的としてレールバス、キハ1万系が投入されるが乗車定員が少ない軽量すぎて踏切感知が作動せず警報器がならないなどの問題から7年間の使用で終わった。この時代が木原線の列車本数が最も多い時期であったが定員数56人のキハ1万型では 対応しきれなかった。1981年、昭和56年に国鉄再建法施行により第一次特定地方交通線に指定され、1987年、昭和62年に東日本旅客鉄道 JR 東日本に承継された後、1988年、昭和63年に泉鉄道に転換された。 第一次廃止対象路線としては最後の転換だった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。